茶。ごちゃ。じゃあお願いします。江本さん。いつもです。よく来ていただいて。いや本当に。俺初めてなんですこれこういうの全部。YouTube に。うん。いやじゃあ嬉しいですね。いや人のは見てんだけどね。はい。まあちょっとあの、はい、最近出版されたね、あの本もちょっと飾りながら、うん、ちょっとやっていきたいと思いますけども。どうも。江本さんは高知出身で、ね、まあ高知商業の出身。3年の時なんか不祥事があってそう甲子園決まってたのに選抜を辞退という、うん、野球部員の不祥事でね、はい俺とまあ一緒にやってたその野球選手は、はいまあ、暴力事件かな暴力事件、うん、俺たちのはバレてなかったんだけどねいや、やってたってことですいや、冗談だけどねそれたまたまなんか喧嘩をして、はい、相手が怪我したとかいうんでそれがまあ表立てになったあなるほどそれでそれが春の選抜に出る3週間ほど前だもう決まっててでもなんか狙われてる節ってなかったですかそういやまあ狙われてるというよりもね普段からそういうことはよくあったわけですよありますよね昔あった喧嘩とかは、うん、だけどそのやっぱり甲子園に出るとでまあちょっと騒がれて田舎ではねだからまあ多少やっぱりそういうことでちょっと問題を大きくしてきたと思うんだけどねで夏も辞退ですよね。いや辞退じゃないです。いや出場停止です。そうで1年間出場停止だから。高野連から。じゃあもう3年生の時は棒に振った。そうもう4月の学校が始まったと同時に野球部は解散した。はい、で1年間なんですよ。対、は、外、い、試合1年間禁止と、はい。そうするともう高校生活終わってるじゃないですか。まあそうですね。それでそれがしんどかったわやっぱり。だって。4月ももう学校が始まって、はいはいでまあ、他の運動部はやってるし、はいはい、で真ん前がね高知工業ってうちは高知商業です、はいはい、道路の真ん前が高知工業って工業高校でそのグラウンドから聞こえるわけよその野球の音が、まあそうですねね、下手くそなんだけど工業がさそうなんだけどそれがねこいつらまで野球できるよみたいなで1週間ぐらいはちょっと練習ぐらいするかっつってね練習したけど目標がないから、まあ、そうですね。で、もうやめようかって言って、でもうみんな解散。うん、で、多分ね、半分ぐらい野球やめましたよ。でもその、うん、ドラフトに江本さんはかかるわけじゃないですか。うんうん、俺まあ4番で、はい、で3番に浜村っていうのがいて、はいはい、で浜村っていうのは日卒のドラフト1位なんですよ。はいはい、で俺4位だったんですよ。はいはいで俺はもう元々プロ野球行く気は全くなかったんですよ。それはなんでなかったんですか。いやなんでなかったかっていうとね、やっぱあまりにもその甲子園に出られなかったことが、まあ、ショックなのと、ショックっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりあの舞台で活躍して、はい、それでプロ入りたいと、はいはい、思ったけど、それを奪われたんで甲子園に変わるものはどっかなと。これもう東京六大学しかないわ。プロ野球神宮の森しかないじゃん。でも江本さんは2年まではプロ野球は目指してたんでしょ。そうそう。でもその出場停止になって気持ちが変わったということですか、うんうん、それとまああの子はやっぱ長嶋さんがさ、はい、やっぱり憧れの人だったから、はい、やっぱりそのいい格好して長嶋さんのように立教に行って、はい、それで神宮の森で一肌あげて、はい、それでついつい堂々と巨人に入ってやろうと思ってたわけでも法政行ったんですよねだから立教は断られたあそうなんですか、うん、最初 OK って言ったんだよ、はいはい、夏 の, そのセレクション自分だけやって、はい、一人だけやってもらったんですよ、はい、東長崎の立教のグラウンドに行って、はい、で監督も部長もなんか来てたであの砂内さんという人がいてね犬連れて散歩に来たんですよ、はい、で俺あれ最後に見かけてるんですよあの人で声もかけられた。でそのブルペンでピッチングを何球かやって、ああもう大丈夫ですよ、来年来てくださいよっつって、俺もう立教行けたと思って田舎帰ってもう自慢しまくってたわけみんなにねえ俺は長嶋の元行けたよとか言って、それで行ったら12月のあれ初めぐらい断りの電話ですよ。いややっぱ無理ですって今頃いやまあそりゃそうですよね。それはないだろう。で甲子園の出場停止と一緒ですよ。また直前にそれで法政に決まったっていうのは、いやそれはねたまたま12月にキャンプやってたんですよ法政が、セレクションが、はいはい、で俺の先輩がなんかお前何してんだよって言うから、いや
どこ行こうかちょっとこうどうしようか迷ってるんですよ。まあプロ行けんことはなかった。でもいやどうしても行きたいし。ああ法政行けよ法政。法政はあの淡路島の洲本でね、はい、あの12月の20日頃からキャンプやってる、はい、そこはセレクションなんだろうな行けよって、はい、で連絡してくれたらもう法政はもうウェルカムよ、はい、でその間ドラフト1位の浜村も俺と一緒に行きたかったわけですよ、はい、で浜村ね、まあ、セレクション行こうかって言ってで行ったで行ったらもう大歓迎なわけよ。もうドラフト1位ですよ、はい、大学の、はい、で練習見に行ったわけよ、はい、パッと見たらね、背中がひょろっとしたのがね、もうフリーバッティングしてて、ね、打ったらもう全部ホームラン。で、田淵浩一さんや。でもその1球上にサンバガラスって言いましたよね。サンバじゃない、その時は1番だ。田淵さんだけだ。あとの2番は玉拾いだったんだ。山本浩二さんと、うん、富田さん。富田さん。うん。はい、だからその時はあの田淵さんしか。でも当時田淵さんというのはその時から有名だった。いやもうその1年の時からオールジャパンの4番だもん。あそうですか。フィリピンのラサール球場であれ世界選手権でホームランを打てたベーブ・ルースと田淵浩一。あそうですか。うん、とんでもない選手だった。あで浜村はねドラフト1位の浜村は俺と来なかったのは家がねあの授業をやっててちょっと苦しかった。あだからやっぱりプロ入って契約金もらって、まあ、家をちょっと建て直そうと言うんで、そのプロへ彼は行ったわけですよ。で、俺はもうとにかく夢はそっちの方にあるから。だけどね、入った時もう本当にダメだと思ったね。え、な、レベルのやつ？レベルは。で、ピッチャー10人ぐらいこう、ブルペンで練習するじゃない、最初、1年分。隣見ても俺、倍ぐらい球速いんだよね。かー、これあかんわ。え、どっから来てたんですか？全国から来てる。いや、全国のやっぱ有名校、うん、有名校でみんな来てる。それで隣見たら背が165ぐらいしかないんですよ。ちっこいやつなんですよ。こいつがね横で投げるとこうキャッチャーのミットがパチンパチンってしてねミット動かないわけ、うん、俺なんかどこ行くか分かんないから、はいはいはい、こいつもコントロール何みたいな。だからもうそれでもうがっくりだね。あの山中さんとか山中のことですね。左ピッチャーの、うん、俺の横で投げてるんだあいつ。30何勝ですよね。6大学で、うん、48勝した、ね、あ48か48で未だに破られないんですよ。そうですよね。これの記録は江川が47で終わった、はいはい、だからこれはもう前人未到。もうとにかく48勝っていうのはもうこれからも破られない。それが横にいるわけですよ、うん、もうやる気失うでしょみんな。そうだと、まあ、そうですね。で野手は夢が高いし、うん、夢やってもね。ところがね、その春のオープン戦から絶好調なわけ俺が、はい、球は走るしさ、今まで見たことない球は走るわけ。だから18球の時1回走るんだね、うん、ものすごい球で、もう4年、3年、4年バットバット三振取って、それでもう即一軍、うん、で春のリーグ戦からもうユニフォーム着てるんですよ、番号11。でもそこからもう順調ですか、大学時代。いやいや、もうそっからひどい目になった。それで開幕して何試合目かでね、明治との試合だったから。で、まあ、あの途中から出たんだけど、いけって言うから、ね、嫌いね、バットこんなに持った人がね、こうやってね、カパーンって外の球をさ、こうやって持ってるから、カパーンってバット打ったら、レフト前のライナー性だったんですよ。だからレフトが突っ込みすぎて、後ろにやっちゃって、はい、それが回る間にランニングホームランですよ。それからもうボケてもらって。それ高田さんですか。高田茂なんだよ。高田茂ホームラン1号で。あ、本当ですか。うん、はい、あの人初めて打ったんだよ、俺から。ランニングホームランですか。うん、あの多分あの人ホームラン打ってないんだよ、あんまり大本で。多分それが1号なんですよ。なるほど。因縁の高田茂なわけよ。それからダメだ。でも結構いい選手っていうのは、名を残した選手っていうのはたくさん六大学にいましたよね。あの頃そうでしょ、ね、いるじゃない、明治でカーッて投げてくるのは。星野さん、声がでかいけど、たま星野さんもいましたよ、ね、覚えてる。まあ田淵さん、まあ、山本浩二さんとかもいるし、山本浩二さんとか富田さんは3年から出てきた、ね、あそれまで玉拾いだ。大学の時はプロっていうのは考えなかったですか。いや、俺は考えたさ、4年したら俺プロ入ると思ったの。それで誘いは、いや、それでもう2年、1年の終わりぐらいからダメで、
で1年の秋ぐらいちょっと故障したりなんかして、それで監督と喧嘩して、結構喧嘩しますよね。喧嘩する、そうですよね。何が原因なんですか、監督って。やっぱムカつくんだろうね。だって理不尽なことでさ、こう我慢できないタイプ。まあ、お父さんがあの警察官ですよね。なんか本読んでるんですよ、ね、いやいやだからもう実直に育ってるんですよ。いやいやいや、曲がったことが嫌いみたいな。そういうとこだった。だから素直だった。今は何でも受け入れるけどね。まあ寛容になってね。その頃はやっぱりなんかこうムカつくわけよ。それでまあ喧嘩して、でまあ一回また帰ってきたんだけど、3年の時やらやっぱり調子良くなって、で山田が調子悪くて、それも一応優勝投手になった、あのリーグ戦がね。それで4年の時にまたね、わけのわからんことで喧嘩してね、監督と。4年の秋はユニフォームがもうなかったですよね。そうすると、いけないじゃん、プロに。で、就職はもう熊谷組に決まってたから、まあ最悪ノンプロで、ね、やって、それで年最後で、まあ、頑張ればプロ入るんじゃないかと。まあ、最後の望みかけて、それでノンプロ行ったんですよ。大学の時はだから4年間は本当しんどかったですよ。何にも成果なくね。まあ、成果、喧嘩しなかったらそのまま残ってたんでしょうけどね。いやでも分からない。やっぱそれとね、もう一つはね、今振り返ったらね、高3の時で18でしょ。この時野球ほとんどしてないって、ね、後々出てくる。1年間のブランクが、ブランコラボなんか大きい。まあ練習はやってたんでしょうけどね、うん、まあ、体は動かしてたけど。そうそうそう、なるほど。やっぱりそのあれがやっぱ響いたね。だから今年の甲子園コロナでなかったじゃないですか、うん、そうそう。ああいうのっていうのはプロに入っても、うん、大学ちょっと影響するかもしれないね。ですね。あのビチビチに試合してないからね。そうですね。練習、試合のために練習するわけでしょ。その練習の、テンションが違うじゃないですか。なるほどね。今年なんか、はいはい、だから本当は普通の倍以上やらないとダメだね、練習を。なるほど。